皆さんこんにちは。今日はですね、モチベーションについてお話ししていきたいと思います。結構多くの人からモチベーションがないんだけど、なんかティップアドバイスあるっていう質問があって、それについてちょっと答えていきたいと思います。まずお伝えしたいのが、多くの場合結構みんながモチベーションがないんだけどっていう問題で私に連絡が来たんだけれども、ディープダイブ深掘り、その人たちみんな、で結構みんなだったんだけど、深掘りしてみたら、モチベーションがないのが問題ではなくて、自分のまだ解決していない人生の問題があって、その結果がモチベーションがなくなっていたっていうことが分かったの。だからもしかすると、この今私が説明するアドバイスをやっても、もしかしたら自分、あなた、みんなのちゃんとニーズに合ってないから答えになってないかもしれないっていうことをちょっと一応伝えておきたいと思います。 OK、うん、やっぱみんないろいろ、みんな違うから解決の仕方がいろいろ違うと思うのね。っていうことを一応伝えてから、これを始めたいと思います。 OK、 でまず、ではモチベーションがないとない時って、きっと何かの行動をしようと思った時にモチベーションがないってみんなが思ってると思うんだけれども、まず知っていただきたいのが、そのもしかするとその行動っていう自体が、そのアクション自体が自分に合っていない、自分の真実、自分の一番大切にしている価値観と合っていない行動をいつもしようとしているから、モチベーションがない可能性がとても高い。Okay? もし自分がしたいと思う行動っていうのが自分の価値観に合ってないっていうことは、自分の本質ではない、自分の本当の自分ではない。だからもちろんモチベーションがないのは当たり前。なぜかというと自分じゃないから。 Okay? 多くの人って、例えば自分の本当はやりたい、本当にやりたくない仕事とかをしているからモチベーションがないのかもしれないし、自分本当の自分ではないからモチベーションがない可能性がとっても高いのっていうのはまず知ってもらいたい。じゃあ次に、きっとみんなが質問したいと思ってるのが、じゃあ高い価値観ってどうやってわかるのみたいな質問があると思うんだけど、その場合にはちょっとノート取ってほしいのね、自分の価値観を知るため。で何をするかっていうと、じゃあ自分がしたいこと3つまず書いてほしいの、ノートに。で書いた後には、その後に何が得られるか、 What can I get from this? そのしたいことをすることによって何が得られるかっていうのをたくさん、なんでかっていうの、何が得られるかっていうのを書いてきていきたいと思うの。でそれで一番最後に出た答えっていうのがとても抽象的な答えになると思うのね。それを深掘りしていくっていうことをしてもらいたいの。例えば結構多くの場合だと、みんなはなんか旅行したいとかあるんだけど、じゃあ旅行をすることによって何が得られるか、じゃあそれをすることによって何が得られるかっていうのを深掘りしていくので、結構旅行の例だと、旅行したい理由はみんな結構自由を感じたいとか、自分らしくいられるとか、世界観が広がるとかいうね、答えが出てくるの。その後にやってもらいたいのが、じゃあ価値観書くでしょ、例えば Liberation, Freedom, 自由とか、じゃあその定義、 Definition、 世界観が広がるってどういうこと、自由を感じられるってどういうこと、自分らしくいられるってどういうこととかね、その定義を書くので、その後に書いてもらいたいのが、 How can I experience this in a day and a year?どうやってこの価値観を一日毎日感じられるか、毎年感じられるかっていうのを書いてもらうの。Okay? で結構みんな、多くの人がやってるのは、この自分の感じたい価値観っていうのを、例えば1年に1、2回感じている、でも毎日感じていない、毎日自分の大切にしている価値観を感じていないから、心の中が空っぽに感じたり、何かが足りない、ストレスが感じているって思う人が多いの。それはどういうことかっていうと、例えばね、旅行とか自由を感じたい、もしかしたら1年に1、2回感じているけど毎日感じていない、
そうするとやっぱモヤモヤしたり何かが足りないと思う気持ちになるのは当たり前だよね。だって自分の真実っていうのを毎日やってないから。だからその場合には、じゃあ毎日どうやればその自由ってものは感じられるんだろうか。例えば毎日、例えば帰りの道は違う道を通って帰るとか、ちょっと毎日違う料理を作ってみるとか、映画を見るとか、世界観を変えるような映画を見るとか、本を毎日、まあ、忙しければ5分もういつ5分でも忙しければ3分読むようにするとか、そうやってすると自分の価値観を、大切にしている価値観を毎日満たしていくことができるの。そうするとどん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 、あ、自分らしく生きてるんだと思って、こうモチベーションが上がってくる、うん、っていうのが一つね。そうなので、まあ、一番大切なのは自分の人生の選択肢っていうものを、やっぱ自分の 本質が増えていくようなライフチョイスを作っていくのが一番大切っていうのを伝えたかった。それプラス、例えば本当にやる気、いや本当にやりたくないことしなきゃいけない時、どうやってモチベーション上げるかっていうと、もしその行動をしなければどんな辛いことが起きるかっていうのをもうリスト化していくのね。でなんでこれが効果的かっていうと、脳っていうのはもうペイン、嫌なことを避けようとするの、脳はね。だからもしやりたくないと思うことの嫌なことをたくさんリスト化して、それを見るとやっぱモチベーションが上がるんだよね。で結構多くの場合はやりたくないことをすること自体がもうすごいペイン、嫌なこと、強みが多いからみんな避けてやらなくなっちゃうの。だから結構このやりたくないことの、もしこれをやらなければどんな痛みがあるかっていうのをリスト化するっていうのはとってもいいことだと思います。 OK ということで、まずそれをやっていただきたいと思います。で最初に言ったように、やっぱみんなね、人それぞれ違うから、ニーズっていうものが違うから、違うからこそ結構モチベーションだったり、モチベーションビデオだったり、セルフヘルプブック、自己啓発系の本を読んでも何も変わらないっていう人は、自分のカスタマイズ化されたサポートがないから何も変わらないことが多いのね。でもし本当に自分のこと変えたい、もっと自信持った自分が欲しいとか、自分らしくもっとなりたい、でもどうすればいいかわからない人がいて、本当に真剣に自分の人生変えたいっていう人がいるのであれば、私に連絡してね、もっとその情報、私のプログラムの情報を送りたいと思います。 OK で、もしなんかコメントで自分の大切にしている価値観が分かったら、それをコメントしてもらえたらちょっと嬉しいと思います。あとは気軽になんか質問があれば全然質問してください。 Alright I love youI hope you have a beautiful day. Mwah! じゃあねー!